はい、ということで、ね、はいはい、今日はちょっとね、ひろきに、はい、声かけてもらって、まあ、ひろきはまずその、まあ、今ボクサー、プロボクサーとしてずっと活動してんねんけど、それで、なんと中学校から、中学校これめちゃくちゃすごいことや、中学校からそのボクシングの、まあ、一つの職業として、格闘家という職業として中学校の生徒に講演をしてほしいっていうひろきの話をして、しかもそのたまたま東大阪で、それが俺の地元が東大阪で、俺は絶対東大阪で、まあ、表の舞台で活躍してる人しかおらんやん。いや嬉しいな。それで、まあ、今日はちょっと東大阪の、まあ、すすめ中学校っていうところに、中学校の生徒さんらにちょっと授業みたいな感じで講演をする感じで、で担任の先生と副担任の先生で今日はちょっと喋ってくるんで、皆さん違うより緊張してる俺ら緊張してるから神々になるかもしらんけど、神々の神々になるかもしらんけど、いやほんまやばい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 、行こう。YouTube で、まあ、ジャックポットっていう名前で、まあ、YouTube させてもらってるんですけど、まあ、まず YouTube、なんで YouTuber になったか、まあ、なんで今こう、今 YouTube やり始めて、YouTube で生活し始めて、まあ、5年ぐらい経つねんけど、なんで今でもずっと YouTube 続けてると思いますか？まあ、じゃあ逆に質問します。はい。楽しい。そう。楽しいから。ほんまにそれだけ。だから、別にその俺はもう YouTube をやり始めて、俺はこう遊ぶんとかも結構好きやし、その YouTube ってすごいところがもう何にでも仕事になる。例えばこうやって今日みんなの前でこうやって話しに行くことすらも動画に収めたら仕事になるみたいな。ほんまに自分の好きなことをやって、ほんまに何でもいい、自分に例えば知名度がついてファンがついたら好きなことを仕事にして、ほんまに旅行行くのも仕事、お母さんに会いに行く、自分の実家に帰ってお母さんに会いに行くのも仕事だし、動画に撮る。だからほんまにもう自分の好きなように、これはもうこう今までこう人生でなんかこういろいろ選択肢が出た時に選ぶ方法としてはほんまに楽しいを優先してる。ほんまにあこっち選んだ方が俺は楽しいなとか、こっち選んだ方が絶対楽しいなるやろうなっていうのを今までこう仕事とかでも選ぶ時でもそういう感じでずっと選択してて、たまたま YouTube に出会って、ほんまにたまたま俺がその相方と一緒にずっと YouTube をやってるんだけど、その子と出会ったのもライブ配信とかで、まあ、ライブ配信で画面越しで出会った子とたまたま気合って連絡先交換して、でその YouTube やろうって言われてその YouTube やりました。まあ俺はこう結構出会いとかを大事にするんだけど、もうライブ配信でももう出会い方は何でもいいと思ってて、ほんまに気があったり波長があったりしたら一生一緒に仕事する人になるかもしれないし、その出会いを大事にしてたら、まあすごい大人になった時に絶対人って絶対自分が人を思ってたら絶対いつかこう困った時に助けてくれるし、人を大事にしてほしいっていうのは多分何の仕事をやるにしろ共通することと、したらこう好きなことが趣味でも別に夢じゃなくていい、趣味でもいい、趣味でも好きなこと、例えばご飯食べるのが好きやったらそれでもいい、YouTuber やったらご飯食べることも仕事になるから、だからほんまに好きなことをまず仕事にするっていうのをやればすごい人生楽しくなるから、もちろんその楽しいことだけじゃない、で格闘家もそうで、こう試合出てバーンとこう3分間戦うだけじゃないから、やっぱその3分間戦う中でそれまでの何ヶ月も練習して、そういうところがもう試合やから、格闘家もそうし YouTuber もやっぱこうあんまりこう表には見えてないところもやっぱこう大変な部分っていうのもあるけど、まあみんな楽しいと思ってるから、多分このお互いこの仕事についてやってるから、まあみんなもあんまりなんかこの先なんかこう選択肢があったらやっぱ自分が楽しいと思うことを優先して生きていったら、まあ、すごい人生が楽しくなると思います。何か
とみんなからちょっと質問とかあれば。はい。格闘技系の以外の動画を撮ってみたいですか。格闘技系以外の動画を撮ってみたいですか。動画ですか。動画は僕は何でもします。僕は、こう見えて格闘技以外にもおでん屋さんをやったりとか、あとジムやったりとか、先生はいろんなことをしてご飯作ってます。先生のおでん屋さんどこにあるんですか。は京阪の野駅にあります。皆さん大人になったら来てください。まあでも全然今お酒飲まなくてもおでん美味しいんで。はい。一つの動画で大体編集って何時間くらいですか。編集は僕らの場合やったら10分の動画を作るのに大体8時間から10時間くらい。はい。ボクシングで戦った中で一番強かった相手。ボクシングで一番強かった、スパーリングっていう試合じゃないんだけど、世界チャンピオンの内山さんっていう人とやらせてもらった時はもうめちゃめちゃ強かった。ほんまに。じゃあちなみにコロナ禍で格闘家の選手、もうボクシングだけじゃなくていいけど何でもいい、格闘家の選手で、あ、知ってる人だ、この選手知ってるみたいな、一人でも知ってたの。誰知ってる。あキックボクシング朝倉ミクルね。もう他全然格闘家知らん。あ、じゃあ先生からの質問で、亀田さんって知ってる。亀田知ってる知ってる、うん、あ、知ってる。そこのとこでボクシングしてる。ボクシング最高って知る。ああ、言うてる。みんな最高知ってんねや。すごっ。最高そこ笑うとこや。全然笑ってない。那須川天心、朝倉ミクル、その次最高。レッツ気をつけ。はい、ありがとうございました。ひろき先生、あ、お疲れ様です。お疲れ様です。難しかったな。いやほんまに試合より緊張したし、こんな俺らが見れるっていう俺ら見したから。だってもうちょっとなんかこう最後の辺まだ時間こやんかなぐらいでもう何しゃべったらいい。意外に長いな。でやっぱ一番難しかったのは今回中学校1年生の子やねん。そやな。どこまでこう突っ込んでいいとか、いやほんまにワードとかもあるやん、考えなんかもちょっと激しめな。あれもそうやねん、ちょっと中学生やったらあれやし、そうちゃうかったな。すごい、でもいい経験にはなった。こんな経験できへん、できへん、できへん。マジで嬉しい。やっぱ地元にこういう風に応援されたりとか、あ、嬉しいな、うん、チャンスくれるのもうやっぱ嬉しいよ。ほんまにやっててよかったなって思えるような、ほんまそういう時な、うん、認めてもらってる証やんか、それも、うん、ありがとうございました。じゃあもう今日最後伝えたかったのは、うん、まあ、気持ちが大事やぞと、何するにしても気持ちが大事やぞっていうことを伝えたかったんで、あともう一つはもう別に勉強はせんで、はい。